本日はドミノピザさんのこのベーコンまみれ、ベーコンがたっぷり入ったピザで飲んでいきましょう。はいはい、マイラでございます。ということで本日も楽しい晩酌でね、久しぶりのピザ、ピザ、食べてたかなと思ったら最近全然ピザ食べてなかったんで、もう今日はプチ晩酌というか簡単な晩酌やねんけど、ピザね、ピザでまずはビールいってみましょう。では乾杯。あーうまちょうで、今日は何やねんたら久しぶりのドミノピザさん、ドミノピザさんの今ね、まみれシリーズになってね、あのまみれシリーズな、結局あのなんや、あのおかずがいっぱいまみれてるまみれシリーズね、いうことで本日ね、ベーコンまみれシリーズということで、ベーコンたっぷりの、こん、あ、危ない危ない危ない、落ちそうだったということで、こんなピザいただきました。本日はドミノピザさんのこのベーコンまみれ、ベーコンがたっぷり入ったピザで飲んでいきましょう。ね、めちゃめちゃうまそうやろ。いうことで今日はちょっとこれで、あのプチ晩酌というかな、まあまあ普通の晩酌やっていくんでお楽しみに。ということで今これ蓋ちょっと邪魔やったら蓋が取ったんで、こんなこれね、今落ちそうになったよな、ほんまに。ほんまじゃ滑ったよ。あー、ベーコン、ベーコン食べるのも久しぶりかな。ということでベーコンいっときましょうか。見て、いつもの標準のこの標準のミルフィーユ好きやってんけども、この標準のピザ、ピザ、うわうわうわ、いただきます。あ、落ちた。うん、うまい、今届きたて、うん、めちゃうま、うん、ほんまたまに食べるピザうまいね。長いことドミノピザさん注文しなかったわ。ちょっと前に利用したことあってんけど、あれ何やったっけ、ライスボールやったかな。なんせね、ご飯にチーズかけたドリアみたいなやつあってん、あれは頼んだけどね、ピザは久しぶりに。で、久しぶりというかもうな、だいぶ何ヶ月か無理やで。うん、ほんまここ楽しみやったよピザ。うん、ということでね、鍋とかね、そういうのもええんやけども、これベーコン落ちましたわね、でっかいベーコンまみれ、ベーコンたっぷりということで、私大好きなこれとか、マキルヘニータバスコ、これを、ちょっと待って、開けへん。タバスコはね、わかる？こうアホほど、ダーッとこうアホほどかけてよ、アホほどかけてよって、まあまあアカン人はアカンでかけたら、私ね結構タバスコ好きやからね、こうやってかけるんですよ。タバスコね好きな人っていうのはこの味が好きやからね、どうだよな、そのタバスコにで激辛っていう格好じゃないね。前にねどっか食べに行った時もそういう話したかは知らんけど、ああタバスコ好きな人はこの香りが好きやねん。ねえ何人ねえにこの共感してくれる人がいるかどうか分からへんけど、ということでこの久しぶりに言っとこう、標準クラフト、うん、このでもチーズとパンの相マッチたまりませんな。今日ちょっとね、夕方ぐらい飲みといて、ちょっと京橋の方まで行っとったんやけど、で、あまりにも時間早くて飲んで、で、まあ切り上げたんやけどね、で、その後ボラボラしようかなって言うんだけど、時間がちょっと中途半端になってしもて、で、どうする、あー、このまま京橋でおろうかな、どうしようかな、まあ、もうええわ、家帰ろうとか思って、で、帰ってきて、で、小腹空いたからピザ頼んでね、うん、でも
良かったというか、どこのお店もだんだん活気戻ってきてるやんか。それはええことやな。うん、ベロ。ええことやねんけど、今ね、社会問題として何、居酒屋さんの人員が少ないやんか。あのもうコロナでね、あの辞めはった人とか辞めさせられた人がいてな、お店が回ってないところも結構あるから、今日のところはね、まあご夫婦でやってるようなちっちゃいところで、今日のは動画撮ってない、ごめんごめん、サクッと入っただけやったから。でこの間行ったところなんかやっぱりね、間違いなくその人権人が少なかったもんな、全然回ってなかったもん。ああいうの見たら気の毒やな、思うな。うん、うまい。ほんまでもね、コロナ収束はしてないけれども、これね、いろいろとそのいろんな変異株は出ては引っ込み、出ては引っ込みってやってるけど、どうなるやろな、これ。うん、うまい。お鍋もええけど、こういうサクッとというか、あのちょっと手軽に食い持って晩食する分にはピザええな。うん、ベイベー、あーうべえ。それでおかわりあんまないぞ、ないぞ、あんまりないぞ。わおーなあ、うまい。ビールはええな。でもほんま最近どのビール、いろんなビール飲み比べしてるんですよ。飲み比べしてるとか、あの何回も出ると思うけど、あのこのアクアゼロ、もうこれ生産してないんですよ。なんかメーカーの方は酒井さんが言ってはったけどね、生産してなくって、一応世の中にその流通してる豚屋さんとかもそこにあるっきり、あるだけいうことで、もうそれがなくなったらないらしいんやて。あの長年、何ちゅうの、好き好んだこのアクアゼロさん。だから次何しようかな、っていろいろ考えてて。で、あと、ね、前もちょいちょい動画で言うてるから、ようコメントいただくやんか。あ、今日どこ、どこどこの朝日の糖質ゼロがええぞとか、あの、サントリーの何々がええぞとか言うて、もうやっぱり皆さんの意見聞いて、いろいろ飲み比べてるんですよ。どれがええかな、どれがよく似た味で、どれが気に入ってるのかな、思って。まあまあ、そうなんで、今、ちょっとまあ、何よ、動画にはしてないんやけれども、その、飲み比べいろいろやって、楽しんでる最終でもございます。ということで、いってみましょう。これね、お前何回も言うけど、ピザね、うまいんやけど、早く食わんと、硬くなってくるからね。うん。これが、何点。何点っていうことないけど。うん。でもほんま、11月のあれ、いつ後半ぐらいからもう、あれ一時雨降ってやったかな、急に寒なったやんか。ほんま、ここまで急に寒なのかいうぐらいほんま寒なったやん。まあ、そやから、一応今日は皆さん、お前いつまで半袖着てんねんやろか、また今日も半袖じゃ長袖の、リクエストに答えました。リクエストちゃうけどな。普段は半袖やねんけどな。まあ、言うても、うちまだ暖房つけてないから、暖房って、エアコンね、電気ストーブ使うてんね、最近。最近では、ちょっと前、2、3年ぐらい前からかな、電気ストーブの方がね、あったかいのよ。そのまあ、部屋全体はあったかくなれへんけど、まあ、なれへんことないかしら、時間かかるけど、その、局所的にね、あったかいやんか。だから、あ、これええわ、足とかね、冷えたときに、すんのがええわ、だから僕結構半袖とか着てんねん。うん。うん。うまいね。これやっぱり、パン生地がたまらんな。そうだ、これあれか。パン生地いうことは、パン食べてるのと一緒やな。だから結構カロリーとか高いな、ビール。おかわり行きましょう。
そういうことで、ビール取ってきたんで、プシュッと開けまして、ではでは入れていきましょう。ということで、チャラーっと入れてね。ええ感じね。お惣菜もええけどね。やっぱりこういうピザもよろしいな。ということで、いっとこう。ではでは。あ、よけ。具材が乗った。ああ、落ちそう、落ちそう。具材。いけるか、いけるか。よっしゃ、いけた。いっときましょう。こんな格好。ピザ。うん。うまい。具材が多いのがいいよね。前にも言うたか知らんけど、今でもなんか、キャンペーンやってるかな。倍盛りトッピングはね、300円か320円でいけんねんけど、これはなかったんかな。あれ、ピザの種類によってちゃうやろか。倍盛りがあんねん。前に、もう半年以上前やったかな。あの、ピザ番社がやった時に倍盛りやったんやけど、倍盛りはすごい。あれはごっついボリュームやった。うまい。うん。ただ、おっさんがこうやってピザ食い持って、なんじゃ一人ごと言うて、ねえ、飲んでるだけなのに皆さんいつもお付き合いいただいてありがとうございますね。うん。うまいうまい。うん、うまかうまかお前どこの人間やねうまかってどこの方言、うまかってあの うまいよっていうのはあれ博多弁かなやったっけ、博多弁言ったらえそうじゃっけとかやったんかな、あのあんまりよう分からへん、京都ぐらいはおいでやすとかなんかそんなの聞くけど、え他は方言として聞いたことあんねんけども、あのどこの方言とか言うのは全然分からへんから、疎いね、ビール。ああ、うめえな。ということで、いっとこうか。久しぶりにやっぱ頼むピザはうまいな。うん。この、やっぱ毎回毎回ピザ頼むとあれやけどな。せやけど、あの何よ、久しぶりに食べるのうまいやったかって、肉だけはほんまのあれやな。久しぶりじゃなくても、ちょいちょい食べてるけど、飽きんな。飽きひんわ。うん、やっぱり基本的に肉好きなんやろな僕、魚とかでも居酒屋さんとか行ったかって唐揚げにしたかってね、何にしたかって焼き鳥にしたかって何にしたかってみんな肉やもんな、肉がでも一番多いんかな、まあ野菜はな食べなあかんって言うのも聞くけど、だから何よ、まあ居酒屋さんとかそんなもいいんやけれども、何よな、その面白いメニュー、まあデカ盛りじゃなくても何でもいいんやけれども、ちょっとこう身を引くようなメニューがあるようなお店をちょっと最近は開拓していってんね、うん、やばい、インパクトあったら面白いよ、それは思ってね。だから、前みたいに、頻繁に外、まあ頻繁に外飲み、頻繁、まあまあ頻繁、頻繁、頻繁は頻繁やけど、ちょっと、前以上に厳選して、お店行ってますよ、最近。うん。やばい。良さげな、おすすめ名物みたいなのがなんかな、あるもんがええかな思って、あれもうないぞ、あれえうぜやん、いやいやいや終わったもんだ、あらららら終わったもんだ、プチ晩酌と言えた食うて飲んどったら餅出ました、すいませんすぐ流れたわな、うめえな。ではではもう最後最後の一切れいってみましょう、ほんま言うてる間にスッと食えるやろ、怖いわ、うん、何がするんだ、うん、焼肉もええけどこうやってピザを注文して、その注文したらもうあとは待つだけやん、ね、で待ってのまあまあそんなに時間かかれへんかったけどな、でもまあ焼肉でもそんなもええんやけど、こうやって何も準備せんでええし、でこれ食べ終わったらまああとポイしたいだけやから、
あの片付けるあのあれは言わんし、あれあれなよ何言うてんねん。たまには手抜き晩酌も言うしね。そうだ、最近お弁当晩酌もやってないんじゃん。まあお弁当晩酌の需要がどんだけあるのかどうか分からへんけど、最近やってないなぁ思って。お弁当はちょっと前間空いて名前ぐらいかどっかで食べたかなっていう感じが、最近お弁当も食べてないわ。うん、そう言うたら最近は何食うてんねん。やっぱり肉中心かな。肉多いかな。肉とか天ぷら多いよな。あとまあ鍋か、鍋が一番多いな、やっぱり冬時期的にな。うん、まあまた鍋もやりますよ。あのてっちりやりたいな思うてね。てっちりでもな、売ってる時売ってんねんけど、あのあんまりスーパーでてっちり売ってないのよ。売ってます？あのあんこう鍋はよう売ってんねん。あんこー言うてん。でもあんこ鍋は僕あんまり嫌いというか、あんま好みって言われてもないから、どっちかってってっちり食いたいのがあんねんけど、てっちりなかなか売ってんねんな。てっちり皆さんどこ行ったら売ってます？あの安いてっちりね。高いなあかんから。うん、うん、まっ、うん、今ぐらいのペースで食うたらちょうど最後の方にちょっとこう硬くなってきたかないう程度やから、一番ええ感じや。これでビール、ああ、うまかった。ということで、これほんま久しぶりのピザ。ちょっとプチ感動やわ。うん。ないことね、ピザの動画出してなかったでしょ。前は、何やった、ドミノピザさんでそのライスボールかなんかやったかしら。あれピザちゃうかったから。だからちょっと感動。でも、一応次回はまたね、焼肉か、天ぷらか、鍋やりますんでね。ちょっと豪勢な、晩酌は次回をお楽しみくださいませ。ということで、本日、ピザ晩酌、大満足でございました。どうしました？